はい、どうもタイガです。お疲れ様です。今回ね、またそろやっていくんですけど、今回使うキャラは、ちょっとね、もしかしたらリーにかなってるんじゃないか、と思って始めます。悪縁と、底フルにして、団子も攻撃、HP フルにし、チビドラですね。チビドラは基本的に奥のキャラに、火炎を出してしまう。そのため火炎を強されがち。それを悪縁で押し返して、吹き飛ばせば、かなり相性がいいんじゃないかと思いまして。危ね。やばい、大型がいない。悪縁一本はやばいな。さてどうしましょうかね。うわー、綺麗な整列だ。44ぐらい並んでません？さて、キャラ数もね、せっかくね、待て、大砲撃っててね、ちゃんと。まずい。取っていく、とりあえず。重なってないけど、アシュラここ切っちゃえば、その後奥にも行くからいいかなと思って。埋まるんか、それ。頼むわ。もう行っちゃえ、どんどん。そう、行っちゃえ。うわ、それ吐き出すわけじゃない。やばい、それやばい、それマジでやばい。どうしよう。やばい。悪縁を押し返せ。倒してくれ。あ、倒してる、なんか知らんけど、倒してる。いいぞ。あれ強くね。待て、結構雑なプレイしたんだけど。虹繰り、嘘でしょ。それは強いよ。それダメだって。虹は強いって。虹食いはやばいって。倒して、頼む。 OK。 あれ相手、これ俺剣士なんかあれだな。やばい、死んじゃう。これグリ守ってる場合じゃなくね。干渉行こう、干渉。悪縁頼む。それで倒せるはず。あ、倒せねえ。火炎撃ってる場合ちゃうぞ。そうだ、遊んでやがる、ずっと。これ勝ったのすごいな。実際絶対負けたかと思った。でも相手も大型一本あったっぽいっすね。フォックスかな、リーダー。どうだろう、フォックス出てきましたね。裏にじぐりかな、もしかしたら。レドがにじぐりはないな、わかんない。よし。なんか、なんだかんだでいい感じに、悪縁頑張ってくれて、リーダーの悪縁がすごい強いみたいな、なんか悪縁とか、フォワードラとか、まあ裏でも働くときはあるんですけど、リーダーだとめちゃくちゃ強いっていう印象。やっぱなんか、性能が違いますね。耐久値も違うけど、火力もすごいし、発動率がすごいですね。何よりもスキルの。大型は2本欲しいんだ。ちょっとこれ戦えないよな。まあ行っちゃうかも。チビドラ UFO で頑張ろうか。でもエルフ引かれたらどうしよう。うん、撃っちゃおうかな。わあ、取れなかったけど、相手もめちゃめちゃ撃ってくれたからいいんじゃないかな。ねえ。とりあえずいいんじゃないか？さあ、ビーム。痛い、ビームは。マジで痛い。オッケー、ずらして、成功した。
けどここから問題は押し返せ。オッケーオッケーオッケー、いいよ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 、そう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 、いいよ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 、そう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 、いいよいいよ、攻めろ、そうだ剣士頑張ってくれ、いいぞいいぞいいぞ、グリも行っちゃえ、よいしょ、さあ UFO も一緒に行くぞ、持ち上げろ、そうだ、さあ UFO 頑張れ、そうそうそう、そういうことよ、時間ないからな、あー倒した、やばい時間ない、クリフォン流せ、そうだ、そう押し返して倒して、そう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 、頑張れ、そういけ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 、とりあえず押せ押せ押せ、あー間に合ってる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 、ナイス、チビドラ UFO が、あ、チビドラグリフォンが、じゃない、チビドラ剣がどうこうじゃなかったな、まあまあいいでしょう、やっぱ裏でもグリフォン強いな本当に、ナイス、いい感じ、チビドラがまあ最近すごい強いで、まあ、そこを封印しまして、まあ、団子まで鎧振りたいなとは思ってるんですけど、なんて言うんだろうな、あとキーマッチも欲しいですね、そう硬すぎるんですよね、で倒せるキャラが限られてて、まあ、ベビーとかきついですけど当たり前に、ただやっぱ倒せるキャラが限られてて、これいってみようかな、とてつもなく強い印象、てかさっきからリーダーの悪縁働きすぎでは、全然重なってないわ、俺次の取りで見てなかった今、あれこの人強かった気がする、この人確か強かったはず、知ってる俺この人見たもん一回、残念取れはせず、それかー困ったなこれ、おい避けたの偉いわ、攻めてけ攻めてけ、コストないからな、もうメドラ来るかなこれ、あ来なかった、相手もライン下げてくれてる、メドラじゃないですか、とりあえずここ回収しちゃおう、デスはね苦手なんですよ、あなるほどそういうねパターンね、見えない画面が、ゴブ怖いんで一応キャラ置いたんすけど、どうすかね、取られそうでは、取られてはいるね、こっちも一応なんか取ってるんすけど、UFO とかも出すんですけど、どうすかね、相手もゴブいないもんね、干渉いけんじゃないのこれ、干渉は無理か、干渉は無理かな、干渉は無理か、いやまあでもすごい悪縁のリーダー強いな、やっぱ攻めにおいて結局デスも倒してくれて偉いわ、いい感じ、
スキル発動率がやばすぎて、レドガとかもそうだけど、なんか一瞬ですね。めちゃめちゃ撃つから、相手近づけないのに一生ダメージ受けるみたいな。いや、これ強いぞ、マジで。さて、札は。雲はどうだろう。行ってみるか、足いるし。2倍ばっかっすね。ボーナスフィーバー自体がそもそもなんか2倍フィーバーっていうイメージだからあれだけど。あれ飛んでないバイク。ビックラポン。どうしましょうかね、これ。ここ無駄にダメージ食っちゃったな。さて、一応このアクエンとネチビドラのコンボがすごい強いんですよね。あ、ただ打ち上がった、あのバカ最悪。倒せはするけど、ベラドラは。で、こいつも倒すけど、あんまあれですね、いい感じじゃないですね。さあ、いい感じ、これはいい感じ。 OKOKOK、 いいよいいよいいよ。悪くない、これは悪くない。さあ、フォアドラか。あ、オッケーオッケー、いいよいいよ。手錠をそこで止められればもう上出来。あとは一応フォアドラリーダーじゃねえ、フォアドラじゃねえ、アクエンリーダーなんでいけるかなと結構言った頑張ってくれてはいるんですけどね、まあ、これ以上さすがに無理かな。おお、やたら頑張るね。さあ、まあ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 、ドローっすけどいいんじゃないですかね。うん、フォアドラ裏かな、多分 D1 持ってるし強いよな、フォアドラの D1 持ってるとステータスがやばいもん。まあいいでしょう。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。今回やっていったのは悪縁のリーダーですね。まあ裏チビドラにしました。まあ相性いいかなと思いまして、でそれも結構ね噛み合うこともあったんですけど、まあ悪縁のリーダーの性能がやばいですね。めちゃめちゃ打つで、めちゃめちゃ火力高いし、なんかやっぱリーダーですげえ活躍するキャラ、まあ、フォアドラもね裏でも強いけど、やっぱリーダーの方が強いじゃないですか。でゴールとかは別にね裏でね使っても強いと思うんですけど、そうフォアドラと悪縁に関しては本当にリーダーの性能がやばいんだなって改めてそういう認識というか、そういった印象ですね。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。